どうも、仏義をカモスです。12月に発売するデュエルディスク。先日、ブラマジガールのイラスト違い、マジックシリンダー来るやべーっていう、ふおーっていう動画出したんですけど、それと同じく同梱される付録。こちら、ライトウェーブドラゴンというカードも入ります。これね、物議を醸してるんですよね。まあ、賛否両論あるというか、まず読んでみましょう。光属性4レベの1300、500、ドラゴン族のカードです。デッキの上からカードを2枚墓地へ送って発動できる。相手フィールドの表側表紙モンスター3体までを選び、その攻撃力をこのメインフェーズの間1500ダウンする。あーもうね、これ条件も強いし、これレベル関係なくとりあえず1500ダウンっていうのがむっちゃ強いです。その代わり、このターン中ではなくメインフェーズの間なのでバトルフェーズに入ったら普通に火力戻ります。なので下げた火力をメインフェーズ中になんとかしようっていうカードですね。でそこでやはり一番真っ先に思いつくのが爆速竜っていうわけです。爆速竜が1500以下のモンスターを全て破壊した上に火力が上がるんでめちゃ強いんですよね。ただやっぱりね、2500打点のモンスターたちを1500まで下げ切るっていうのが、それこそ僕が以前出した動画だとスプリッタースライムとかで火力大幅ダウンしたり、火力ダウン系のモンスターをいっぱい積んで火力下げを狙う、で1500以下になったところを破壊してブルートゥースで攻めるっていう感じだったんですけど、これね25打点いやはや3000以下までなら全部ブルートゥースドラゴンで破壊できるようになるんですよ。これはちょっとパワーカードすぎますねで頑張ればマキシマムモンスター3500とか4000のモンスターもなんとかね、火力ダウン系のカードと合わせることでマキシマムモンスターすら突破できるようになります。これは恐ろしいね僕はブルートゥースドラゴンめちゃくちゃ好きなんで、正直これは3枚欲しいですね。いや、なんなら10枚ぐらい欲しいです。このライトウェーブドラゴンの評価もまた聞きたいです。ぜひコメントでお願いします。でもう一つ、ジョインテックレオというカードも入ってまして、地属性4レベで攻撃力1400、守備0、火力割と高めのカードになりますね。このカードを召喚したターンに発動できる。自分は相手の墓地の魔法トラップ1枚を相手のフィールドにセットさせると、その後自分の墓地のモンスターレベル7以上地属性機械1体を手札に加えることができる。相手の魔法トラップを戻す代わりにね、自分の最上級モンスターも戻せるっていうカードなんですけど、例えばね、トラップカードをセットさせても、この今の自分のターン中には相手はトラップカード発動できないので、全くデメリットにはならないのかなと。 SNS で考察されてた方が、そろそろアンティークギアテーマ来るんじゃないか、アンティークギアゴーレムがレジェンドで来るんじゃないかっていうのはすごく囁かれてましたね。これアンティークギアゴーレム臭いね。近いうちに来るんじゃないでしょうか。という感じでこの2枚デュエルディスクに入るみたいなので、気になった方はね、ぜひデュエルディスクの情報もチェックしてみてはいかがでしょうか。高評価、チャンネル登録ぜひお願いします。それでは次の物議を醸すでお会いしましょう。バイバイ。